はい、どうものりまるです。今日は先日のトレードなんですけど、まあね、過去のもう記事なんですが、8月23日ですね。まあ、ツイッターであれこれつぶやいたのを振り返っていこうかなと思います。8月23日ですね。最初が、ツイッターで振り返ってきますね。ここですね。はい。11時半頃なんですけど、この辺りからまあ上昇してきたところを、まあ、こういうところですよね。上昇トレンド。まあ、5分足レベルの上昇トレンドを狙ったと。で、直近の高値まで狙ったトレードですね。で、まあ、ここ。まあ、直近の高値で、まあ、利確をしたと。この間、まあ、10ピプスぐらいですね。この辺りの10ピプスぐらい。で、それが大体この辺です。まあ、1時間してみると、こういう感じ。まあ、先週頭、月曜日にこう大きく窓を開けて、そこをね、まず埋めるような動きをしてきたんですけど、30分足で見ましょうか。ここね、こういう埋めるような動きしてたんですけども、まあ、埋め切らずというか、ここから大きい強い上昇が、まあ、1回入ったんですよね。で、強い上昇が入ったんだけども、この100円っていうところまで到達せずに、ここですね、この100円っていうのまで到達せずに、こういう切り下げてきた形になったって感じですね。で、ここから始まった、この切り下げからの下落が、結局ここの窓を埋めていく力になって、100円。まあ、ここね、かなり意識されている週足レベルの100円というところまで到達したと。で、まあ、その後の動きなんでね、この週足レベルで、まあ、100円という、まあ、かなり意識されたラインからの、この反発ですね。ここをまあ狙ったっていうのが一つです。大体このぐらいですね、この辺の、まあ、トレンドが、まあ、5分足レベルで、週足レベルからの、まあ、水平線からね、こういう5分足レベルでトレンドが発生していった、こういうところですね。ここを、このまま押し目買い、トレンドの3点目の押し目買いを狙った、トレンドです。で、直近の高値までですね。直近の高値まで。で、この間は大体10ピプスぐらいのエントリーになった。という感じです。で、その次が、これですね。8月23日、1時のチャート。これ1分足を表示させてるんですけども、ここでまあ売ったってことですね。8月23日、さっきの続きのチャートですけども、まあ次は1時ぐらいですね。この辺ですね。はい。ここの高値がまあ意識されて、まあ上位足で見てみると、こういったところです。この下落に対しての、まあ、戻り売りが入ったところですね。ぐーっと上昇してきたんだけども、1.4付近、まあ、直近の高値付近で、もう一度この戻り売りが入ったと。この下落に対しての、まあ、戻り売りが入っていって、ここ結局、まあ、抜けてる。100円を、まあ、1位抜けてるんですけども、まあ、この下落を狙った。まあ、この位置ではまだ分かんないですけどね。もうここからまあ戻りを狙ったっていうトレードになりました。直近の高値でね、まあちょっと揉み合ったような形で、こういうひげをつけて毛細たような動き、こんなのを見てね、トレードしました。それが、まあ、ツイッターでいうとこの辺ですね。ぐーんと毛細たこの辺りで、まあ、売りのエントリーしたと。で、ドーンと下げてきて、この直近の安値を下回ったわけですね。ここでもう一度、まあ、売りましたっていうことです。はい。これも同じですね。一分足を見てのトレードだったんで、まあ、位置的には、1月23日。まだか。1月23日。この辺ですね。この辺ですね。で、ドーンと抜けて、まあ強い、
ここでね、直前前のこの上昇トレンドが、まあ、このあたりで、トレンド転換、ドーンと抜けてからの戻り、で、そっからの、修正波ですよね。で、このあたりでもう一度売りましたっていうことです。これが、時刻で言うと、さっきの画像で見ると、だいたい8時23分、8時じゃない、13時23分っていう感じなんで、この辺でだいたい戻ってきた、このあたりで、その売りを考えたっていう感じですね、戻り売り。で、損切りが、ドラッグストアこの上までですね、直近の高値までの損切りにおいて、ここからの売りを狙っていったっていう感じです。これを30分足とかで見ると、こういう感じ。その後ね、うまく、ドーンと、下落、強い下落が始まって、行きましたね。結局、この戻りが入ってたと。一度ここでね、ロウソク足を見ながらのトレードだったんですけど、1時40分か。1時40分ぐらいの動きで、この辺りで揉んだんですよね。違うかな。もうちょっとやばいかな。ここかな。この辺りで。この辺りで一度揉み合ったんですよね。こういうとこですよね。こういうとこで揉み合ったのを見て、どうしようかなって思ってたんですけど、結局この後、ドンと下げてくれたんで、こういう動きを見て、仮にね、ここで反発してしまうっていう可能性を見て、損切りを縦値付近に置いたってことですね。この付近に持ってきた。で、このトレードを、失敗してもね、仮にここで、こういう買いの勢力で損切られてしまっても、このトレードは、失敗、利益を確定して終わらせてしまおうと、損切りを、徐々に落としてきたっていうことですね。で、損切りを縦付近にしたと。1.31ぐらいにしたってことですね。これ何度も何度もヒゲを出して戻されているっていう動きを見て、そういう、注文を入れたってことですね。ここで、何度も申されてますよね。でも結果的にはここを抜けてくれたんで、うまく利益が取れましたっていうトレードになりました。で、立てましたのと同様にね、このぐらい、売りのポジションで23ピクス、230って書いてありますけど、これ、この一桁は感じはしないんで、23って2ピクスですね。で、消化差益46万5000円ぐらい。で、200万の、200ロットですね。で、こういうポジションになりました。で、決済したのが100円の少し手前ですね。で、23ピプスになりましたという感じです。で、その後ね、いろいろ、つぶやいてますけども、結局、目指す目標値がこの100円っていうラインだったんで、その手前で揉み合った、ここですね。ここで揉み合いを見て、決済をしたっていうことになりました。で、今回、1分足と5分足の見てのトレードだったんですけども、実際にね、その短期足のトレードっていうのは、動きが激しくて、初心者向けではないですよね。初心者向けではないんですけども、その方向性を出したりとか、波の性質とかっていうのは、上位足のそれと同じことで、慣れてしまえば、エントリーのチャンスが増えたりとか、少ない、獲得ピップ数が少ないんだけども、チャンスは増やすことで、試行回数が増えると。試行回数が増えることで、収益も安定するっていうことにもつながるんでね。短期足をエントリーする際にも、波の性質だったり、水平線での反発だったり、しっかりとね、そういう目的を持って、トレードすれば、
強い味方になるとね、まあ、こういった考えも、まあ、一つの方法として持っておくといいんじゃないのかなというふうに思います。で、まあ、一つ気をつけなきゃいけないのは、まあ、短キャッシュトレードではもう勝率重視ですね。まあ、短期配信にすれば、これ当たり前なんですけども、まあ、目指す利益分、波のサイズが小さいんでね、目指す利益っていうのがどうしても少なくなるわけで、その少ない範囲の中で、エントリーするとね、スプレッドっていう、まあ、手数料が取られるんで、まあ、エントリーすればするほど、まあ、実は不利なんですよね。でも、まあ、そこでまあどういった勝負をすればいいかっていうと、まあ、やっぱり総勝利台っていう考え方と、まあ、しっかりとした勝率を残すってことですね。長期足トレードだと、まあ、多少の、まあ、大きいリスクを払うんでも、そこから先の大きい利益を取れるから、まあ、例えばこういうところでね、何度も何度もエントリーして、損切りされつつも、最後に大きいこういう下落を取れれば、勝率は、まあ、5割に満たない勝率でも勝つことって可能なんですよね。ただ、同じことを、この短期足トレードでやると、まあ、それ絶対うまくいかないので、まあ、短期足トレードの際には、もう勝率重視ですね。まあ、失敗した、まあ、自分と想定しないような方向性で動いてしまった。まあ、そういう場合には、まあ、もちろんですけど、清く撤退する、損切りをすると。プラス、まあ、例えば、最初の初速でね、ドンと、まあ、利益を得たと。まあ、利益を得た先で、まあ、少し揉み合いが始まって、ちょっと不安な動きになったと。ここからね、例えばこういう、まあ、押し目が入ってくる可能性も十分あるんでね。そういった時に、まあ、保険として、損切りをもう立て値付近にこう戻してきてしまって、もう仮に上昇したとしても、もうプラスマイナスゼロで、まあ、今回のトレードは終わりにしてしまおうと。そういった考えも短期足トレードでは、まあ、必要になってくる場合があるので、まあ、これはね、絶対的な答えではないんですよね。まあ、それ自分の考えだったり、まあ、波の性質だったり、まあ、自分の資金量、ゆとりの範囲だったり、まあ、いろんなもので変わってくるので、まあ、絶対的な法則がないんですけども、特に短期足トレードの場合には、まあ、勝つ、まあ、負けないっていうことは、まあ、最優先に考えてトレードしていかないと、いけないっていうことは、十分理解しておかなければいけないかなというふうに思います。なのでね、今回は、ここからのこの上昇波ですね。こういうところの、まあ、押し目買い。短期は一人ですけども、こういうところの押し目買い。で、目標を達成してから、そこからの大きい流れの方向性で、まあ、戻り売りを狙っていったっていうトレードになりました。で、まあ、その売りを狙っていったんだけども、途中でね、揉み合いをしたのを見て、立て値付近に、まあ、損切りを移動させたりとか、まあ、失敗した時にも、まあ、損を確定してしまう。で、プラスね、ここでまあ、利益が出てたので、まあ、少しゆとりを持ってね、まあ、見ていったっていう、まあ、そんなトレードになりました。で、そこをね、まあ、一応こういう上位足で確認してみると、こういったところをトレードしたっていう感じですね。で、まあ、今回の、まあ、ドル円なんですけど、まあ、気をつけなきゃいけないのは、もう絶対的にこうそこにある今サポートして機能している100円近辺っていうところですね。大きな流れが今ぐーっと下方向に向かってるんだけども、この100円っていうところからは、まあ、かなり買い支えている力があるなと。まあ、それはもう上位足を見れば、まあ、一目瞭然の部分で、まあ、そこから下にはね、なかなか今行かないような状況にはなっている。そういった背景の中で、狭い範囲なんですけどね。週が明けて、強い上昇を作ってから、この100円に向けてね、こう、下落が始まっていった途中。で、一度100円近辺まで到達してからの、強い上昇。短期足ですけどね。そこから、本来の動きである戻り売りを狙ったっていう、短期足のトレードになりました。日中なんですけども、たまたまね、ツイッターでつぶやいてて、あれこれね、まあ、リアルで、もう追いかけていったチャートなんでね、まあ、参考になる部分っていうのは、まあ、実際このチャートを見てる人っていうのは、まあ、短期足、特に短期足だとね、いろんな見方があって、もうこれが正解なんてことはないわけで。でもまあ、その背景には、基本的になる考え方っていうのがあるんですよね。ただ、今回のトレード、まあ、仮にこれ、まあ、負けててもいいわけなんですよ。負けててもいいっていうのはちょっと変な言い方ですけど、ここでまあ絶対的に勝たなきゃいけないってことじゃないんですよね。
ただ、今このチャートを見ると、この100円から反発する力はまあ強そうだし、そこから戻ってきて、ここの今水平線100.4円付近っていうのは、まあレジスタンスとして機能してそうだし、で、週明けから始まったこういう下落の波が100円付近まで行きそうっていう、そんな想定は、あらかじめできているわけだし。で、この100円から、ここから先の話ですけどね、100円付近からは、仮に波の転換が見て取れたとしたら、こういうところですよね。切り上げてきた。こういうとこから買いを疑っていくっていうのは、すごくいい戦略だし。そういった背景をもとに、短期足だろう、足だろうとね、チャートを追いかけていくと、そこに、優勢が見出せる場所があるので、そういったところで、エントリーすると。エントリーする方法、考え方っていうのは、仮に1時間足だろうと、4時間足だろうと、日足だろうと、それは変わらないですよね。ただ単純に、上昇トレンドで、押し目買いを狙ったと。もう少し大きい時間足で、こういう戻り売りを狙ったということですね。一つの場面でね、売ったり買ったりするっていうのは、実際問題、あんまり良くない、難しかったりするんですけど、ただこういう水平線が近かったりしたりとか、根拠を持てる水平線、場面っていうものが背景にあれば、そういった考え方もできると。そうするとね、日中だろうと、よくね、アジアタイム、日本の日中の時間帯は、値が動かない、動きにくくて狙いにくいなんて言われてるんですけど、短期足を使ったりね、動いてないからこそ狙える場面っていうのは、あるわけで、いろんな方法をね、取り入れて、自分に合った考え方でね、トレードしてもらえたらいいかなというふうに思います。今回の話は、以上ですね。実際のトレード、振り返りなんですけど、Twitter でたまたまつぶやいていたのを、チャートを見ながら振り返っていきました。今回の話は以上です。参考になった方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタン押していただけると励みになります。それではまた更新します。ありがとうございました。